どうも、アルセンの浜です。ピースの角度は30度。どうも、キリヌです。はい、というわけで、久々のコラボということで。超久々じゃない。はじめまして。ちょっとユキリヌとの絡み方ちょっと忘れたかもしれないです久しぶりすぎて。ちょっと陰キャあるあるなんですけど、ある程度時が経ったらリセットされるっていうのないですか？めちゃめちゃわかる。今回やりたい企画なんですけども、春といえばみんな何が欲する？恋。あれ、これ俺たちだっけ？愛。え、知らないよ。あ、俺なんか。びっくりした。普通にユキリヌちゃんの飲んでるかと思った。違う違う違う。ごめん、なんてもう一回言って。恋愛。そう、恋愛。出会いと別れ。男女がね、入り乱れる季節じゃないですか。やっぱその、あと新刊とかね。もうとにかく求め合ってると思うんですよ。だから、みんなには足りないものは、もう男女のもう、イチャつきなんですよ。それが やりたい。いや、やりたくはない。俺はやりたくないよ。もうシャーなしやで。全然シャーなしに感じない。シャーなしやで。今回やりたい企画は、はい、もしも、花尾とゆきりぬが付き合ってたら、カップルチャンネルモニタリング。これやろうと思います。最近さ、めっちゃカップルチャンネル見ちゃうんだけど。カップルチャンネル見ちゃうんだけど。マジで？マジで？うん、見ちゃう。絶対見に行けば、俺は。あんなん嘘やから。あんなんはもう全部嘘。やめてよ、みんなの夢が壊れるじゃん。いや、もうあんなんはもう一個一個、もうみんなブランディングとかやってるから、こういうのがカップルなんですよっていうのをまあ俺たちがやっぱ提示して。何でうちらが提示するの、それ。だからこれはもう講義。あ、講義。講義です。講義。あ、で具体的に何するかっていうとですね、うんうん、まあ、夜の人笑いさんっていうね、はい、カップルチャンネルがあるんですけども、別れるっていう風にイケイちゃんがコウ君に対してドッキリかけようと思ったら、実は逆ドッキリでしたって言ってね。これ今回はもうあれを俺とリスニングで、まあ、ほぼ完全再現するっていう。頑張ります。はい、はい、分かりました。はい、というわけでやっていきたいと思います。メイキットパセボーウィズ F カッポー。ポイン。どうも、アルセメント浜尾です。はい、というわけで、今日はですね、マネージャーのナオさんから聞いたんですけども、なんか、ユキリヌが、俺と別れるドッキリを、まあ、仕掛けたがってるという噂をね、聞いたんですよ。で、もう今回は、ちょっとこれね、逆に仕返したら思って、まあ、ユキリヌがね、帰ってきて、多分あいつカメラ仕掛けると思うんですけども、まあ、そのカメラ仕掛けるのもあって、で、仕掛けてきたら、俺もまあ、最近、まあ、冷めてきたから。まあ、そんな感じで、まあ、俺もね、逆に俺がユキリヌを振るっていう、まあ、逆ドッキリをね、仕掛けたらね、まあ、ユキリヌはどういう反応するのかっていうのを、まあ、今日は見ていきたいと思います。はい。それでは、やっていきましょう。ピースの角度は30度。トムユキリヌです。はい、ということで、私も花尾くんとかれこれ付き合って、4年の歳月が経とうとしてるんですけど、正直、なんか最近全然構ってくれないんですよ。もうずっとなんか文慶くんと遊んでばっかりだから、ちょっとムカつくんで、ここで別れるドッキリをね、かましていきたいと思います。どんな反応するのか、見ていきましょう。お前のスリッパ使ったったわ。なんで、マジで勝手に使うのやめてって言ったじゃん。ええやん、別に。男女共同参画社会基本法習ったやろ。習ったけどさ、そういう話じゃなくない？なんかそういうの多いなと思って、人のスリッパ勝手に使ったりとかさ、んなんかすごいホワイトデーとかさ、忘れるしさ、んカップルなのにさ、おかしくない？そういうの。それお前もや。なんで？ん？そういう空気なんか今、そういう回？アニメ第7話ぐらいこれ今。別にそういうわけじゃないけど、アニメ第7話のちょっとシリアスな展開入るとこ来たこれ。全然だって見知らぬ天井じゃないし。てかさ、ちゃんと座ってほしいんだけど。これでいいやん。ちゃんと座って。携帯もやめて、携帯も。なんやねん、めっちゃ雰囲気醸し出してくるやん。どうしたん、そんな怒っちゃって。いや、なんかさっきもさ、スリッパ私の勝手に使ったりとかさ、
集合場所をさ間違えてさ全然 LINE 読んでなかったりとかさ、他にもエデンエレンめっちゃ一生懸命やってますアピールすごいインスタでするしさ、それはいいやえめっちゃ俺文系さんと仲いいですアピールめっちゃするしさ、なんか最近調子こいてんなアンチやんお前アンチやん、ただのただアンチの代弁しとるだけやんお前思いつかないよえもうそれあれやろ、言いたいことあんねやろ、もう素直に言ったらええよ別に、もう伊達に4年付き合ってへんから、うん、待って携帯やめて、まあ、別に臭いことは言うわけじゃないけど、俺もその4年付き合ってきてなんとなく言いたいことわかるから、もう素直に言えよそれは。別れた。別れてほしい。え、でも他にも理由あんねやろそれ。なんか最近さインフルエンサーさんとかに相談したりとかするんだけど、すごい気になる人ができたっていうか、ちょっと岡崎行ってこようかな。東海オンエアかい、りょうくんか、Rカフェか。りょうくん好きじゃなくてお前カフェオレに恋しただけやろお前そんなことない。いや俺コーヒー買ってくるわそんなやったら。それでええやん別に。だって私がスーツ着てほしいって言ったらタキシードでやってきたしさ、もう金目当てか結局お前はタキシード金じゃないじゃん。まああれやろ、そしてなんかあのちょっとええミニカーみたいな車やろそのちょっとミニカーによくあるような車乗ってるだけで私が新幹線時間やばいってなって、聞いて、やばいってなった時にそのりょうくんをファンの中に置き去りにした悪いやっちゃなお前お前りょうくんで AT フィールド展開すなお前、領域展開すなお前。だからそんな感じで別れたい。それほんまに好きなりょうくんのこと、うん、まあええよ別に。俺も最近冷めとったから。冷めちゃった。うん、まあなんかここ最近、まあ、俺もまあ、好きか好きじゃないか分からんくなってきたから、うん、なんか自分の中でもちょっと出家しようかなみたいな考えてて、別に重く捉える必要なくて、まあ、カップルチャンネルとかはまあ別にみんな別に好きな人できたって言う必要ないから、まあ、方向性の違いで、まあ、ちょっと今回は、まあ、カップル終了させてもらってみたいな言えば済む話やから、まあ別にそんな重い事態にはならへんと思う、まあ、丸く収まったらいいんちゃうかなそれで。別に悲しむ必要ないで、別に重く捉える必要なくて、交わらない人生っていうのもあっていいと思うんです別に。俺はやっぱお前30度が好きじゃなかった。何度ならいいのか。俺の風呂は38度が好きない。ちょっとぬるま湯みたいな女の人が一番タイプ。30度はさすがにぬるい。全然違うじゃん。そう、まあ、だからええ機会ちゃうこれ。ファンのみんなには申し訳ないけど、まあ、ちゃんと言ったら分かってくれる人やと思うから、まあ、これからは別々で、まあ、別々でやっていくのがいいかなと。お前はゆきりぬの赤こすりチャンネルみたいなやって、まあ、俺は多分大丈夫やから。俺はまあ一個だけ言うとしたら、ゆきちゃんがドッキリみたいなの仕掛けてきたから、俺が逆ドッキリみたいな「ドッキリ大成功!」泣くなって泣くなって、おい、さすがに泣くのは良くない、さすがに泣くのは良くないよゆきちゃん、それはドッキリやでこれ。
いや、ほんまごめん。ほんまごめんな。ちょっと申し訳ないねんけど。まあちょっと。びっくりしたな。ごめんな。はい、OK でーす。やったー。ちょっとなんか、カップル感出てもうたな、これ。カップル感出てもうたな、これ。